にちは、秋葉さくらです。今日はお外でキュウリとみょうがのピクルス作ります。こんにちは、秋葉さくらです。簡単楽しい美味しいをテーマに家庭料理をご紹介しておりますが、今日は私の大好きなキュウリを使った簡単即席ピクルスです。本日最大のポイントは、みょうがは温かいうちにつけてね、きゅうりは板ずりしてねです。はい、本日の材料はこちらです。今日は私、大好物なお漬物をですね、ご紹介いたします。洋風に仕立てておりますから、ニンニクの香りや唐辛子、そしてコリアンダーのスパイスなども風味に加えています。とっても簡単なので、ぜひやってみてください。では、早速作ってみましょう。今日ですが、きゅうりはちょっと板ずりしてですね、お塩の入りを良くします。みょうがは軽く塩茹でしまして、温かい状態の時に、温かいままにソミュール液というつけだれの中につけていきます。では早速きゅうりでございますが、塩の入りを良くするために外側をですね、ピーラーで3列ぐらい皮を剥いてあげてください。私は無類のきゅうり好きでございまして、子供の頃からカッパの桜と言われてました。もうきゅうり大好物。はい、まあお好きな方はぜひやってみてください。塩をババ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 バとまな板の上にこぼすような感じで構いません。これでですね、ずり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 力を込めてぐり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 、このように板ずりをします。ずり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 、このようにするとですね、表面に少し塩で傷がつきまして、お塩が中に入っていきます。はい、これで OK。 そしたらですね、中心まで少し塩を入れるために30分ほど置いてあげてください。こうしている間にチュッチュッチュッピクルス液を作っていきます。酸味を和らげる要素で少しお水が入るのがポイントですね。お酢、お砂糖、お塩、コリアンダー、唐辛子に潰したニンニク、そして沸かします。で、このすべてちょっと調味料の計量が大変かもしれませんが、入れて沸かしさえすれば簡単なピクルス液ができますから、これでお野菜をつけていってください。生のまま食べられるお野菜ですと、人参、パプリカ、大根、カブなんかもありますので、季節に合わせてお好きなお野菜を使ってください。ではピクルス液が沸きましたので、一回ボウルに開けます。熱いので気をつけてください。そうしましたら、続きましてさっとみょうがを塩ゆでします。はい、ではみょうがをゆでるお湯が沸きました。そこに 3% の塩、たっぷりです。こんなにいっぱい入れるんですが、まあ、みょうがだけだとね、お塩がもったいないっていうご家庭の方も、主婦の方もいらっしゃると思いますから、そんな時は、カリフラワーとか塩ゆでした方が美味しいお野菜、例えば何がありますか？はいはい、それです、それです。それを入れてください。じゃじゃーっとゆでまして、ほんのさーっとお湯を通すような感じですね。塩がさーっと中に入っていきますね。このようにさっと茹でてですね、ほんのり表面の色が変わりましたら、すぐに引き上げていただいて、熱いまま、ワン、ツー、サン、シー、ドボーンとつけてあげてください。そして、こちらが30分経って、板ずりして30分経ったきゅうり、乱切りにしてます。私、きゅうり大好きなので、ちょっと大きめに大胆にカットします。それを、粗熱が取れて、みょうがの入ったあのピクルス液に入れます。ザザね、これで混ぜられるかな。ちょっと大胆すぎるかな。はい、全体的に混ざりましたら、このジップロックなどに入れてですね、できるだけ密閉して
てあげてください。するとミョウガが綺麗なピンクに暗色します。お酢と反応して非常に綺麗な漬物ピクルスができました。では盛り付けます。こちらですね、即席なので、1時間もですね、浸かれば十分に、私は結構浅漬けも好きなので、食べていけますが、このままですね、盛り付けていただいて、1週間ぐらいはですね、問題なく、どん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 味が染みていきます。で、素材からも水分が出てきますから、それぐらい時間が経っても美味しく食べていただけると思います。ただですね、きゅうりの色は少しずつ緑の鮮やかな色から茶色に変色していきますが、味わいはもうお好みで好きな漬け具合に持ってっていただければいいかなと思うわけでございまして、私の大好きなみょうがも漬けたピクルスです。せーの、トントコトントントン、じゃじゃん、アウトドアピクルス、ぜひキャンプでもやってみてください。早速お外でピクルスいただきます。キュウリが大好物なんで、食べ始めたら止まらないかもしれません。ですね、ぜひともですね、これからの季節アウトドアにですね、お供していただければ嬉しいです。今日はそんな程よい酸味のあるピクルスにゲベルツトラミネール合わせてみました。生姜っぽいニュアンスがピクルスとの相性は抜群です。みょうがね、これピンはいいけどやっぱりピンよりフォークが食べやすいな。というわけで、みょうがの漬物って美味しい。彩りも非常に発色豊かで綺麗だし、歯切れもいい。ほんのりコリアンダーも香ります。美味しい。止まらない。お酒も止まらない。やっぱりこう、トーリングした方がいいな。この日比谷公園のね、緑が、季節ともともにですね、緑の分量も変わってくる。これが日比谷の景色の醍醐味ですけれども。外で食べるピクルスは美味しいですね。カッパの桜なんで、ピクルスじゃなくてもキュウリであればいいんですけど。美味しいです。野菜それぞれにピクルス液につけるタイミングを変えたので、みょうがはさっと塩ゆでして味をぐっと吸ってますし、きゅうりは板ずりをしてピクルス液を吸いやすいようにしておりますから、短時間で非常に味わいが染みていて美味しいピクルスになってます。今日は最大のポイントの部分が非常に生きている気がします。そうですね、なくてもいいものなんですが、香りが華やかになりますので入れていただけるといいと思います。万が一なければですね、黒胡椒の粒、これもないかな、なければ何もなしで唐辛子とニンニクだけでも十分美味しく仕上がると思います。私ですね、無類の漬物好きでございまして、私の昔前に出させていただいた本の中でもですね、私ごと漬物好きな人はいないみたいな感じで書かせていただいておりますが、本当にもうピクルスは私の食卓になくてはならないものです。この洋風のピクルスは洋風のピクルスですね。で、お酒が進みますし、和のお漬物は和のお漬物でご飯が進むし、本当に大好物です。はい、というわけでチャンネル登録してね。で、このクルワンもしなくていいよって言われたので、さようなら。